ローボルテージデファレンシャルシグネリング。ローボルテージデファレンシャルシグネリングは短距離用のデジタル優先伝送技術であり、小振幅、低消費電力で比較的高速の作動インターフェースである。1994年に、暗視、チア、AA-644 として標準規格となり、まずコンピュータでの高速ネットワークやバスなどから使用が始まった。 1998年頃からは液晶ディスプレイの標準画像インターフェースとして採用が広がり2000年から2010年現在に至る間にノートパソコンをはじめ液晶モニター、薄型テレビなど多くのデジタル表示機器でほとんど標準的な技術となっている2010年現在では LVDS の性能の限界から高性能な液晶ディスプレイでは新たな企画へ 切り替えが進んでいる。インテルと AMD は2013年までにノートパソコンでの LVDS の搭載をやめ、ディスプラポートなどに置き換える予定。同盟での似た技術として、テレビ分野では、米ナショナルセミコンダクター社が開発した i PD、リンクを LVDS と呼ぶことが一般的である。米ナショナルセミコンダクター社のフラットパネルディスプレイ、リンクが元になり、 1994年に、アンシ、チア、AA-644AA で、LVDS は標準化されている。この標準では、ツイストペア動線では、最大 655Mbit、S までと推奨しているが、理想的な伝送路では 1.9Gbit、S を超える速度も可能だと予測している。LVDS は2本の伝送路を使用する、作動信号システムであり、 二つの異なる電圧を送信し受信側で両者を比較するものである。LVDS は信号伝送のために2000間での電圧の違いを利用する。トランスミッターは非常に少ない電流。通常は信号線1本あたり 3.5mA を送出する。この値は送信される論理レベルに依存する。電流は約100から 120Ω のケーブルの 特性インピーダンスに整合した抵抗器を通って受信端に流れる。そしてもう一方の線に沿って反対方向へ戻ってくる。オームの法則から抵抗の両端での電圧の違いはおよそ3 5 0ルトになる。受信側はこの電圧の極性を検知して論理レベルを決定する。これはカレントループ伝送方式の一種である。小信号の増幅や ツイストペアケーブルによる2線間の電磁場カップリングにより電磁波ノイズの放射量を減らすことができる。約 1.25V と低いコモンモード電圧2線上の平均電圧により LVDS は 2.5V ないしそれ以下の電圧で電源供給される集積回路の広い箇所で使うことができる。先に3 5 0ルトと述べた低い作動電圧により LVDS は 他のシステムと比べて非常に少ない電力しか消費しない。例えば、RS-422 の負荷抵抗内で、静的に消費される電力は90メートル W に、対し、LVDS では1.2メートル W である。終端抵抗がない場合、信号線全てがデータ1ビットごとにドライブされなければならない。高周波や負荷抵抗の利用により、 信号線の全てがドライブされるのを待たずに次の1ビットを送信できるため電力効率が良い。この時の信号スピードは周辺にある物質中の高速度に近い。マイクロコンピュータの処理性能が向上するとデジタル機器間でも互いのデータ伝送のための信号伝送速度に不足感が生じた。 それまでは単純なパラレル接続のクロックを高めることで対応してきたが高いクロックでは伝送距離に制約が生まれケーブルもタイノイズ性にも配慮が求められたデータ伝送容量を増やすには信号線数を増やさなければならなかったサーバーファームやデータセンターのような大量のデータを扱うコンピュータシステムでは CPU ユニットと RAID システム間のような 何メートルもの長さを大量のデータをやり取りする必要があったので LVDS に対して大変関心を持っていた。コンピュータバスでの LVDS の2つの利用例はハイパートラポートとファイアーワイヤーである。両者とも SCI の流れを組む次世代フューチャーバスを元とする。LVDS はスカジー標準、ウルトラマイナスにスカジー及びその後継でサポートされ、 より高速なデータ伝送とより長いケーブル長を実現した。シリアル ATA やラピジオ、スプスワイヤーは高速データ転送を可能とするために LVDS を利用している。LVDS はまたグラフィックスカードからビデオモニターへ映像データを伝送するのにも使うことができる。薄型パネル向けの応用は、米ナショナルセミコンダクター社がフラッテパネルディスプレイリンクという名称で、 提案したのが先駆けである。チア、A やマイナス644には電気的な伝送仕様のみが規定されていたが、FPD リンクで画像クロック信号を7定媒してシリアル送する仕様が初めて定義された。その後、パネルの高解像度化に合わせてオパンルディという企画も提案された。これらの方式は、 最大ピクセル周波数は 112MHz で 1400,050,60Hz のディスプレイ解像度には十分である。デュアルリンクにより最大 2048,536,60Hz の解像度まで拡張できる。FPD リンクは約5メートルまでのケーブル長を伸ばすことができ、ルディは同じく約10メートルまで延長できる。現在では LVDS がベッサによって 大型液晶パネルの標準仕様として採用され、ノートパソコン用、液晶モニター用、テレビ用パネルに広く普及している。高速化に制限のある TTL で多数のパラレル伝送する方式に比べ、LVDS でシリアル伝送する方式では、配線数を減らせるためにコストを抑えられる上、消費電力を減らし、EMI も抑制できる利点がある。LVDS には、 コンテンツ保護やスキュー調整の機能を定義した規格がないため機器間接続は制限されるが、重たいロジック回路が必要ない利点から機器内の基盤関連層に利用されている。また、最近の色深度拡張の要求に応えて、当初は6ビットにしか対応できなかった仕様が10ビットまで拡張されている。しかしながら、近年、2008年現在、 映像信号を伝送する企画として LVDS 以外に多くの方式が提案され用途に応じて住み分けが進んでいる TMDS 方式を用いた DVI や HDMI はバイアスと終端方法が LVDS の仕様とは異なるが HDCP の採用でコンテンツ保護が可能でチャンネル間スキューの調整機能がついているため長距離節に向き主として 機器間の接続に利用されている。また、Vx1HS は、テレビ内部配線用に、LVDS に代わるものとして提案されており、4K、2K の超高解像度でも、LVDS を用いると96体のケーブルが必要なのに対し、16体のみで対応可能になる。PCI Express では一つもしくは複数、X1、X2、X4、X8、 X16、X32 レーンから選択の LVDS 相当の技術をチャンネルとして採用し、従来の PCI バスよりも高速なデータ転送が行えるコンピュータのうちバスとして利用されている。セルズ LVDS は転送幅に柔軟性を持たせるように意図されており、データ転送速度をそれほど求めない用途では2本のデータ線と2本のクロック線だけを用いて、 伝送路の両端部にシリエルザー、D シリエルザーと呼ばれるパラレルデータとシリアルデータを直列、並列に変換して1体のデータ線上に1ビットずつ、送受信する構成を取るものがある。デジタル機器内部での8本や16本といったパラレルバスよりも、このようなセルズと略して呼ばれる数本しか使わないシリアルデータによる方が便利な基盤間結線のような 用途で離されるる。ことがあ LVDS はもともとデータ線だけを見れば1体の伝送路の両端に1組のトランスミッターと1組のレシーバーが存在し援方向のみ伝送するポイントツーポイント型の形態を想定している。この基本的な形態に対して応用的な形態として1体の伝送路上に複数のトランスミッターやレシーバーを配置するバス型の形態 マルチポイント型形態も利用されることがあり、この形態はバス LVDS もしくは BLVDS と呼ばれる。標準の LVDS トランスミッターはポイントツーポイント接続用に設計されているが、マルチポイント接続では複数の終端抵抗をドライブするための大電流出力が可能な少し変なる LVD トランスミッターを使っている。バス LVDS と同様のものに、 TI 社が推進する LVDM があり、これらがマルチポイント LVDS 規格の実質的な標準となっている。また、マルチポイント LVDS は、チア -899 による標準化により発展して、アドバンシだとかプラットフォームのクロック配送手段に採用されている。MLVDS は受信側は2種類ある。タイプ -1 は、ほとんど LVDS と互換であり、 0V スレッショルドを用いている。タイプマイナスには回路が開放や短絡するなどの様々なエラーをある一定のやり方で濃きために 100mV スレッショルドを用いている。MLVDS の例を一下に示す。現在の LVDS の形式になるまでには SCILVT と呼ばれる方式が試みられていた。これはスケーラブルコヒレントインターコネクトのサブセットで IEEE 1596.3で規定された。これは複数のプロセッサ間通信のために設計された。2010年現在の LVDS 技術の採用製品でも最上位の高画質大画面 TV などでは液晶ディスプレイでの画像処理 LSI とタイミングコントローラー IC との間にデータ線だけで96本48体もの配線が必要になっており、 配線数がこれほど多いと IC とケーブルのコストや機器スペースの自由度が制限され、クロックとデータのスキューや EMI の放射対策などによって基盤設計が難しくなるといった問題が生じる。LVDS を採用している各社は、これらの問題を回避するために次世代の技術を模索している。いずれもクロック信号をデータ線に頂上して、スキュー問題を回避している。主に、 ノートパソコン用の LVDS 代替規格として、別社では、エドップを標準化した。波形等価がオプションで規定され、h d c p による著作権保護機能も備える。2009年に、米インテル社は、2013年には、ノートパソコンを含む携帯端末の80%に、エドップが採用されると予想した。 主にテレビ向けの LVDS 代替企画にイ d o p と Vx1HS がある。イ d o p は2010年第2四半期に別冊で標準企画化される予定とされる。Vx1HS は日本のザインエレクトロニクス社が主導しており、サムスン電子がテレビの配線技術に採用する予定だとされる。ディスプレイ一般の LVDS 代替企画として、 米ナショナルセミコンダクター社が開発した FBD リンク2もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。